11月に入って、朝晩随分と涼しくなってきました。明け方に至っては涼しいというよりも、寒さを感じるくらいになってきたので、そろそろフルスプリントとも、お別れの季節がやってきました。先日までにタイムトライアル祭りは、終わらせておいたので、冬季練習の参考タイムも、ゲットできましたし、もう未練はないよね。って感じですが、もう一つ未練タラタラなことが、残っているんです。それはそう、ハイハードル、との戯れです。しかもただ戯れるだけではなく、現状出しうる力を出して、全力のぶつかり稽古です。これをせずに、やることやった、とは、思えない魔人。やっぱりハードルと共に歩み、成長してきただけあって、不完全燃焼のままシーズンを、終えることはできません。何より天気が良いってことが、ハイハードルと戯れなさい、と言われているようにしか思えませんから。満足いくレースができるまで、体を仕上げられなかったこともありますが、それが年相応だと言われれば、それまでなのかもしれません。でも、まだまだ速く走れる自信があるので、その気持ちがあるうちは、しっかり準備を、していきたいですし、来シーズンへの期待を、自分自身にしたいと思っています。さて、アップも終わって、いよいよガチンコ勝負です。スタンディングからですが、スピードを乗せて1台目に、突入開始。ところがご覧の通り、どうにもうまく入れない。理由はいくつかあるのですが、一番の問題は、目、です。静止しているハードルに、走り込んでいく際に、距離感がうまくつかめないんです。シーズンはいる前に、200メートルハードルの練習でも、同じことを感じたのですが、ゆっくりなら問題ないことが、力感強めて突っ込んでいくと、バグってしまう感じがあります。これはもう目に頼るなということでしょうか。こんな力感で、ぬるっとならいけるんですけどね。そして目に頼らざるを得ない。もう一つの理由。それは、なかなか安定してくれない走り。特にスタンディングからの。加速時の歩幅がブレブレなので、昔のような感覚だけで、ハードルに飛び込めなくなりました。昔のような感覚を取り戻すには、どれくらいアプローチの練習を、すればよいのでしょうね。足が壊れるのが先か、感覚が戻るのが先か。マスターズ世代にはなかなか、厳しい選択になりそうです。まあ、悪くはない感じ。決して良いわけではないのですが、2代目、3代目と繋げられたので、この日のベストということになりますかね。抜き足の引き付けがもう少しできれば、もっと良かったんですけどね。ただ、再現できないこの辛さ。体力の限界が近づいてきたので、気持ちよく練習を終えるために、ハードルを下げることにしました。体に残るイメージは良い形にしておきたい派です。ジュニアハードルの一足単にて、良いイメージでございます。よし、とは、いかないか。